はい、やってきました。何この部屋、エグゼクティブスイートルーム2泊ゲットしました。カードのステータスが変わりましたもんで、ビューはこっちですね。ビューはこんな感じ。さあ部屋見てみましょう。まずはソファー、テーブル、入り口入ってすぐがトイレ、その横になんと冷蔵庫があって、こんなんあります。キッチンですねこれ。そしてそのキッチンの隣開けて、これはきっとベッドルームだろうと思ったら、とんでもないウォークインクローゼットの超でかいバージョン。ここにベッド置いても寝れるぐらいです。でここを開けたら、なるほど、向こうとつながっててベッドルーム、さっきねそこリビングと、こういう感じですね。おお、まだ向こうがありますね。これちなみにドアがここ4つあるんですけど、これはまあまあさっきのつながってるとして、こっちは何でしょうか。あー、こっちだ。おお、すげえ。あ、こっちがお風呂があって、なんとこっちはマニラベイビュー、プールサイドの、なんとプールの方もあれなんですね。すごい。これはまあ何度もお見せしたシャワールーム、そしてトイレ、トイレが2個あるんで、なるほどなるほどなるほど。こっちは何な、こっちは、こっちはまだ知らない、こっち、あ、こっちまた別の部屋があります。うわ、こりゃすごい。はい、部屋のコントロールはねこんな感じで、 NHK もあり、 TBS、 フジテレビ、テレビ朝日、ルームコントロール、ここで全部エアコンの調整、ライトの調整、あとカーテンの調整もね全部ここでやるんですか。カーテンは壁についてますね。いうので、まあなかなかマニュアルな、カーテンも全部自動です。実はですね、このフードもフードバウチャーで無料で、今回ステータスアップになって4000ペソ2枚のフードバウチャーと、まあ通常プレイしたら4100ペソのが入ってくるんで、まあ食べ物はほぼカジノしてたら無料になりますね。であとはマッサージの無料券もあるんで、そこも動画入れときます。わあ、いや、ウェイブルーム、おお、すごい、サウナ、こんなラウンジ、マッサージなどこのサービス。ディファレンスイミングプールな。
はい、ということでドアからね入って突き当たり超遠いね、そこにこれだけの部屋があります。例の渡辺容疑者もここで1年ほどステイしたんでしょうか、同じ部屋でしょうかということで、はい、部屋のご紹介でした。これで終わります。